拒絶の有無はドナーこれドナーって与える側なドナーではなくレシピエント受け取る側ですあのレシピエントレシーブで考えてレシーブねバレーボールとかレシーブするなんて言いますね受けるわけでしょえ受け取る側ですオッ OK えードナーではなくレシピエントが判断するんだよということを えー、忘れないでください、えー、大丈夫ですか、えー、ですから、えー、今回パパから子供へとなった時に子供が判断するんですドナーはパパですレシピエントは子供です、えー、ですから子供は今自分自身 A と B という情報を持っていてパパは A という情報を持ってますパパの A って自分も持っている情報ですから、えー、もちろん拒絶は起こらないんです一方で子供は B という情報を持っていますからパパに移植する 逆のパターンだったら、このパパがレシピエントになります。パパが判断します。パパは B を持ってないですから、非自己として認識して拒絶反応が起きるんですね。オッケー。